ゴールドクロスを奪われるとは、このバカどもめ。早く取り戻してこい。目の前で奪われたのは尺だからな。今すぐ出発だ。待て。待てん。情報によると一騎たちは富士の十風穴にいる。お前もさっさと行くんだ。一騎の目的はゴールドクロスだけではなく、むしろ俺たちである気がする。万全の準備が必要だ。シリュー、老師は実はお前の心を試すために病と偽っていたって聞いたぜ。ああ、老師はお元気だった。それより俺たちのクロスは前の戦いで壊れてしまった。そこでジャミール高原にいるムーという世界でただ一人のクロスの修復師に会いに行こうと思う。待っていてくれ。十風穴の戦いが始まるまでにきっと神聖のペガサスのクロスを持って帰る。我がエクスカリバーの前に散れ。同じ志を持った友の言葉を俺は決して裏切らない。シュンだけは、私は皆に生きてほしいのです。私こそが断りなのです。控えなさい。面倒。信じましょう。控えよ。立ち去れ。アテナ、けなげでおろ。死を、全ては死を与えて。ハーデス、争いは願いから生まれる。集え、我が兄弟たち。争いは願いから生まれる。ほう、うん、この世は無常。なんですって。先の聖戦を。きっと。兄さん、コスモが熱く高まれば高まる。このオルフェの命に変えて。何？コシャク、もう自分を見失うことはない。お前には関わりのない。私には進む以外に道はない。覚悟はいいな。これも私の宿命。俺が行く。任せておけ。兄さん、あがいても無駄だ。全てはハーデス様のために。控えなさい。私こそが断り。シュンだけは信じましょう。アテナ、私は皆に生きてほ。面倒。必ずやお嬢様のご期待に応えてみせます。俺は実力もないのにでかいことを言うやつが嫌いでな。勝敗は実力のみで決まるのだ。私が相手してやるのを幸運に思いなよ。頼みましたよ。ゴールドクロスはギャラクシアンウォーズの商品というだけではありません。おじい様の大切な形見なのです。ゴールドクロスを取り戻してくれたら、グラード財団がお前たちの望みを何でも叶えてあげましょう。ここがムーの館か。はあ、さすがに空気が薄い。どうもさっきから同じところをぐるぐる回っているような気がするが。
ロス修復の途上で力尽きたセイントの亡霊か。クズ、お前も俺たちの仲間になるので。そうはいかん。俺の帰りを心待ちにしている友がいるのでな。お嬢様に指一本でも触れたら命はないぞ。行くよ。受けてみろ。行くぞ。そらしれ、トリパー。行くぜ。そら。ユニコーンキック。行くよ。受けてみろ。まだだ。地獄へ行け。高原の本当の姿だったのか。ついた。あれがムーの館か。ここがムーの館か。あ、塔の上に誰かいる。まさかクロスの墓場を抜けてきたのか。ムー、降りてきてもらえないか。頼みがあるのだ。ふん、だったらここまで上がっておいで。ただしそう簡単には上げてやらないけどな。くらえ。ないのでな。やむを得ず手荒になった。お前、館をぶっ壊しておいてなんて言い草だ。許さないぞ。ウルフの牙を食らえ。デッドハウリング。行くよ。まだだ。どうぞ。昇竜派。マーブルトリパー。ほら。そうだ。つや。千個の霊祭。終わりだな。デッド。ハウリング。デッド。ハウリング。行くよ。行くぞ。登れ竜が天高く。
マーブルトリコ。そら死ね。見えたぜ。手にかかって死ぬことを誇りに思え。非礼はお詫びする。しかし今は一刻も早く。違う、オイラはムーン様じゃない。キキよ、また悪さが過ぎましたね。ムーン様、なんという強大なテレキネシスだ。ムーン、どうかこのクロスの修復なら不可能です。この2つのクロスは死んでいる。信じられないなら自分で確かめてごらんなさい。クロスの力が全く感じられない。これがクロスが死ぬということなのか。しかしなんとかならないか。我が師道子よりクロスを修復できるのはあなただけだと。道子の弟子、道理でここまで来られたわけですね。表面の傷は修復できても、クロスに宿る命まではクロスを復活させるには大きな代償が、セイントの大量の血が必要なのです。それでもクロスを修復したいのですか。うん、どうか俺の命を使ってほしい。この地でクロスが蘇るなら喜んで差し上げよう。俺の命は仲間たちにもらったもの。俺一人の命で聖夜が勝てるというならそれで構わない。この男、そこまでの覚悟。ではムー、あとはお任せする。まるで躊躇することなく、これほど友情に熱い男を引き始めましょう。出ないと死竜の命が危険です。ヘヘヘ、オイラに任せな。十風穴の奥にブラックセイントたちがいるそうだ。そろそろ死竜も戻ってくるはず。あいつは言ったことを絶対守る男だ。約束を破るようなことはしない。クロスの箱だけ？いたずらはやめたらどうだ。もうひどい奴らだな。せっかく人が親切にペガサスのクロスを運んできてやったのに。そいつは悪かった。でもシリュはどうして来ないんだ。クロスの修復にはセイントの血が大量に必要なんだ。だからシリュは自分で手首を切って。なんだって。それじゃシリュは死んだのか。おい、そんなに焦ったってしょうがないって。待ってる間に新しいクロスをつけてみなよ。
シリュウが意識を失う前に言ってたよ。必ず一機を連れ戻せって。それとクロスを受け取ったらすぐに装着してみろって。これが神聖ペガサスのクロスか。シリュウが命を懸けて蘇らせたクロスだ。シリュウの魂がこもっている。シリュウが俺の勝利を信じてくれているなら、俺もシリュウが生きて帰ってくると信じよう。オートシュン、ヒョウガ、シリュウの信頼に応えるために出発だ。あいつは必ず生きて帰ってくる。約束したんだ。一緒に十風穴に行って一騎を連れ戻すって。